こちら、ユーネクストさんのライジン47予想に、ボッコーテスさんと石渡塾長が登場。まず、クレベル選手ベース、アーチレッタ選手で、塾長は、トップ同士になれば、下から決めるなんてことはないと思っている。そんなの、ただの雑なだけ。アーチレッタの勝利、と。ボッコーテスさんは、クレベルは、ATT じゃなくて、ブラジル行けよ、と。そして、堀口恭司選手ベース、セルジオ・ペティス選手で、その前に、僕、コーテスさん。最近、いきなり自分の YouTube に、堀内に謝れとか書き込まれるようになって、なんだと思って人に聞いたら、教授がどうやら自分の本の中と YouTube でも、クレイジービーに入ってきたばっかの頃、僕さんの亡くなった靴をずっと探させられて、最後なかったってところで殴られた。いじめられてたんすよって言ってたみたいで、あいつがさ、やることって釣りと練習か寝るかしかなくて、そこで編集者が、なんかあるだろってせっついて、ボクさんにいじめられたでしょって言って書かせた軽いノリのエピソードなんですよ、と。石渡塾長は、それ全然火消しの消化になってないですよ。逆に仰いじゃってますよ。ボクさん、だから編集者が悪い。次の日忘れるような、本当だったらそんなエピソードをさ、何年も経ってほじくり返すなよ。せっかく昔のよしみで教授に乗っかろうとしてんだからさ、と。このボクさんの弁解は、編集者か堀口恭司選手に本当にそう確認して言ってることなのかな、それともいじめっ子の方はやった方は軽く考えがち理論で、ただ憶測でそう言ってるだけなのか。まあとにかくボクさんには社会奉仕活動ということで、街で空き缶100個拾ってきてもらいましょう。はい。で、僕さん、自身の YouTube チャンネルでも勝敗予想をやってくれておりまして、そこでは、教授の件は Unext で弁解してるんで、まだアップされてないかもしれないけど、俺だけあの時さ、酒飲まされて、汚れやってるんで、うまく弁解できてるか不安だな、と言っておりました。コメント欄は全く炎上してなかったです。もう大丈夫でした。そしてこちらは、アンポ・ルキア選手との試合を終え、今回はその後、無事炎上することもなく、刀を鞘に収められた須田理央剛選手。なんと試合の数日前に満を持して再開した X アカウントが凍結されてしまいました。目立って荒ぶった投稿はしていなかったと思うんですが、須田理央剛選手も、なぜ何もしてないのに、と。でもコメント欄を見てみると、どうやら誰かに対しての DM でも規制対象になってしまうようで、そっちの方で何かあったのでは、という憶測の声は上がっておりました。ちなみに、須田竜剛選手、X 凍結1日前に、上田美京選手とのダイレクトリマッチが見たいという一般の方の声に、叶うと思います、と返しておりました。そして、こちらはアンポ・ルキア選手、ブレイキングダウンの裏側という動画で、サトル選手に負けたテル君が、担架に横たわり、晴らした目に氷を当て、グロッキーになっている横に、サトル選手と、あともう一人、サトル選手の仲間が現れて、テル君を見て、見てごらん、これ。ははーと喜んで去っていくというシーンがあり、それに対してアンポ・ルキア選手、これ今知ったわ。戦ったサトルが言うなら100歩譲るけど、セコンドかなんか知らんけど、お前が言うのはちゃうやろ。何が見てごらんやねん、春日、リング上がれ。マミヤってやつらしいな。お前 12.5 で俺とやれよ。リング上がった男の覚悟に、敗者に唾吐けるお前の腐った心、ボコボコにしてあるからみんなに見てもらえ。プロの総合格闘家らしいやん。プロが言ってることになおさら腹立つわ。MMA でも何でもええで。そして貴健信選手もこの件に関して怒っておりまして、戦った相手がこんな発言してもガスだし、それがセコンドならなおゴミだよね。こんなこと言う時点でアマチュアにも慣れてない青二歳と。そしてアンポ・ルキア選手、お得意の DM をサトル君にも送ったようで、プロの選手が戦って負けた敗者に向かって、見てごらんってどういうつもりですか？俺の仲間に向かって言ったことを撤回して。お疲れ様。連絡返すように言うてや。サトル君、お疲れ様です。わかりました。不快な気分にさせてしまい、申し訳ありませんでした。アンポ・ルキア選手、サトルはテル君の件謝ってくれたから、どうのこうのを言うのはもうやめてあげて。マミヤさん DM してから1日経って連絡ないけど、こんなに問題大きくなってるのに、大人としてどうなん？早く連絡返して、と現在2人に詰められることに。
でもこれで実際アンポルキア選手と試合できれば美味しいという世界にも現在突入している SNS でもあります。そしてこちらは木村実選手の YouTube で、木村選手試合でのパワフルなアンポ選手を見て、俺とやらせてもらいたいねって思った、やりてえんじゃなくてやらせてもらいたい、アンポ選手試合後やりたい選手がいるって言って、俺さ気合い入れて待ってたんだけど俺じゃないみたいね、なんだカイト選手か、でもどの世界にもジョーカーっているんで、こんなパンチあるジョーカー見逃せないでしょ、油断したらパンチ一発でノックアウトよ、だからもう誰と誰がやるとか一試合一試合じゃなくてみんなでやろうよ、そういう奪い合いをさ、ブアカーオ先生も入れてさ、もし試合になったら全身全霊のフルパワーで行く、ブレイキングダウン、ああ溝口さんと電話で話したことはあるよ、その時にオファーいただいていい話したことはある、安保選手がああやってブレイキングダウンに出たんで、もう格闘家との垣根はないんじゃない、僕は相手がいれば出たいっすね、ジムからは無期限試合出場のお達しも出てるしね、でも正直オファーが溜まってる状態、体は一つなんでねと、はい、今回一番上に来ているコメントはなんか体ちっちゃくなってて草でした。そしてこちらは世界一有名な MMA 配信番組アリエルヘルワニの MMA アワー、そこに我らが榊原社長が登場、そこで語られたことは、教授は現在も契約は PFL ベラトールにある、契約できるかどうかは UFC 次第なので PFL からはリリース希望をしている、ライジンは教授を邪魔しない、我々は他の団体とは違う、朝倉未来選手については日本のカリスマ的ファイターで YouTube のチャンネル登録者数が400万人に届こうかというスーパースターですと紹介いたしました。アリエルヘルワニは榊原さんが出演してくださって、マジでマジでめっちゃ嬉しい、本当にありがとうございますと最大級の喜びを表しておりました。やっぱプライドからの MMA 業界への功労者ですからね、大変尊敬されているようです。そしてこちらはベアナックルの試合が発表された曽谷隆樹選手、昨日から YouTube 始めまして、早速曽谷選手ベアナックルというか試合ができること自体が嬉しい、去年末は正直体調が悪かったが今年に入り良くてずっと戦える体調を整えていた、オファーが来てベアナックル自分には向いていると思った、パンチの選手だし KO 率高いし試合で怖いと思ったこともないし、今回チャンピオンとやれるのに断る理由はない、ライジンからジョン・ドットソンとやりまぐらいで食い気味でやりますと言った、ボクシングはグローブありきの技術だから今回ボクシングで戦ったらいけない、頭なんて殴ったら一発で拳折れちゃうし、俺の顔は10箇所折れても必ず最後までやる、篠塚辰樹選手のこの間の相手は最後心が折れていたが俺はああはならない、必ず最後までやる、1ラウンド2分ならフルで動けるので素早いドラゴンボールみたいな試合をお見せする、だから怖くはない、俺が怖いのは体調を壊してベッドから起き上がれないこと、リング上での勝ち負けは幸せでしかない、バックステージで試合前緊張してる時のあの鳥肌の立つ感じが心地よくて忘れられない、病気で何度も引退しようと思ったが曽谷の試合が見たいと言ってもらえて今ここにいる、皆さんを笑顔にして返したいと思ってますと。でこの試合発表につきまして篠塚辰樹選手は、日本の皆さんチャンピオンドットソンのベアナックルとくとご覧あれ、あとベアナックル舐めてるやつアメリカ行ってこいよ、小さい地方大会ならいつでも出れるよ、ただ素手で殴りたいなら外でやってろと、どっかでベアナックル舐めてるっていう選手の情報でも入っていたんでしょうか、平本蓮選手は間違いないと引用リポストしております。そしてベアナックルの代表デビッド・フェルドマンがベアナックル日本大会を開催することと、ライジンからそこに選手が数名派遣されることも発表したようです。はい、ベアナックルが日本に根付こうとしてますね、こんな見てて恐ろしいもの流行るのは無理ゲーだと思ってたんですが、一番最初の試合って本当に重要なんですね、篠塚辰樹選手のあの試合が100点満点だったので本当に功労者ですね。そしてそのベアナックルとライジンが提携したというニュースが流れまして、ベアナックルの共同経営者となった
コナー・マクレガー選手がそこにいいねを押したという情報も入ってきております。そしてベアナックルの発表されたもう1試合の方ですね。以前の試合で勝利した後、胸を自らはだけさせたタイ・エミリー選手、日本語でのポストも始めまして、こんにちは、タイ・エミリーです、私はハローキティが大好きですと。そして胸丸出しパフォーマンスは、悪いことをしちゃった、もう二度としません。胸を出している動画はタイ選手の X で見れます。そして固定コメントになっているのは、胸を丸出しで乳首のところにだけ星印のテープを貼っているというもので、ページ・バンサント選手が年間5億円とか稼いでいる個人のファンクラブ、オンリーファンのサイトもやっているようで、それを宣伝しております。どうやらかなりの仕事熱心のようです。そしてこちら、6月9日のライジン47オープニングライブとしまして、 D.O. 君とリッキー・ダディ・ダーティーさんが何やらやってくれるようです。私は音楽よくわからないので、はい、やってくれるようです。そしてこちらは変わり種、あの雑誌のスパが YouTube やっておりまして、そこに鈴木千尋選手登場でインタビュー受けております。鈴木千尋選手、出身は三鷹、家は台のつく貧乏、でも学校には行けてたし、高校の頃はお父さんのお下がりのジャージを着ていた。旅行の思い出はないですね。ああ、これ言っていいのかな。小学校の頃、駄菓子屋のお菓子が欲しくて神社のお賽銭を取っていました。空手は3歳からやっていた。父親は日本語は不慣れ、主にスペイン語、日本語も読めない。叩かれたり蹴られたりが教育だった。母は仕事、家事で忙しくて勉強を教えてくれる人がおらず、勉強がなので自分できるわけがない、グレそうになった時は正直あった。子供の時もらったのが格闘技の教材だったので、自分は今格闘技の東大に入れている。あの時与えられていたのが勉強の教材だったら、本当の東大の方に入っていたかもしれませんと。鈴木千尋選手ってよく東大っていう単語を出してきますよね。鈴木千尋選手、子供の頃差別はあった。目が大きいのでデメキンとか、手足が長いのでお化けとか言われていた。これ大人になればかっこいいと言われることばっかですね。自分がいじめたりもあった。でも全て小学校まで。喧嘩は負けなし。お兄ちゃんには負けてたけど。父親はめっちゃ強い。自分が高3、フルパワー。父親指2本で勝てなかった。性格も破天荒。よくご指導いただいていた。悪さをすると坊主にされることが多かった。そして鈴木千尋選手はファイトマネーにすごいこだわるようで、いつもその倍くれ倍くれと言ってるようで、それを聞かれて鈴木千尋選手、ファイトマネーは一人分じゃないから、母親もなんか最近カフェ出したいって言い出してきてるし、あとは未来の自分の家族のためと。そしてこれ初公開ですけどとしまして、本当は自分は二刀流を体現したらもうやめようと思っていたんですよ。マサトさんも一番強い時に辞めるのがいいって言ってたし、伝説にそっちの方がなるとも思うし、でも試合に勝った瞬間に満たされることが全くなくて、まだ道の途中、道中だったんだと思った。なので今はそのゴールを知りたいから戦っていると。そして鈴木千尋選手、なんと試合前にフルパワーを出すために、実はこんなことを頭の中で思っているようで、自分の大切な人、家族や恋人、友達などが自分はロープで結ばれていて手足出せず、その状態で大切な人が殺され、その後一発だけ殴っていいって言われたら、誰でもその一発で相手を失神させることができると思うんですよと。100人中100人が絶対フルパワーが出せるんですよ、失神させられるんですよと言うと、考え方がバカだねと突っ込まれておりました。これインタビューしてるのトケシ公平先輩だと思います。鈴木千尋選手、か細いお母さんが子供が車の下敷きになった時持ち上げて救出できるのと一緒、火事場のバカ力から。だからどうやったら強いパンチ打てますかって質問が自分は一番嫌い、そもそもが思いっきり殴ったこと自体がないんでしょ、手折れたことないんでしょ、おかしい、だってまともな人はチャンピオンになんてなれないでしょ。今一番欲しいのは都内に奥の家かなと。以上で、でもこれは貧しくて物がなかったなりの鈴木千尋選手の工夫なんじゃないかなと
強いパンチ力を出したりするために想像で補うっていう、これからもどんどん出てきそうな鈴木千尋選手の激ヤバエピソードもお楽しみです。そしてこちらはスーパーライジン1試合目、徳留和樹選手のインタビュー、 MMA プラネットさんよりで、みんなが聞きたいあの話題もあります。いきなりそちらからで、徳留選手、はい、サトシ戦の後八王子市役所に勤めまして、現在公務員です。なのでプロ活動はできません。金銭を副業としてもらうことはできないので、なのでファイトマネーをもらわなければ試合をしてもいいという契約にしてもらっています。胸を張ってライジンに出れるようになりましたと。徳留選手まさかのノーギャラでの出場。一方宇佐美選手の家は大金持ちですし、今回はお金に目の色が変わる2人の戦いではなさそうです。徳留選手、サトシ戦の前に試験を受けて、もう試合の時には決まっていました。格闘技は大好きだったんですが、これが最後かと思っていたところ、希望を捨てずに続けていたら皆様のお力添えで今回の試合に至りました。その前はワントを契約していて、でもコロナ禍で2年間試合が組まれず、スポンサーさんのお金だけで生活していたのがどうにも心苦しくて、そんな折母ちゃんが元は八王子市に勤めていて求人を教えてくれて、でも俺頭も悪いしどうせ無理だなと思っていたところ、なんと合格しちゃいました。柔道整復師の資格は持ってましたが、人と話すのが苦手で使ってなかったんです。職場に行く前からライジン選手が来ると話題になっていたようで、みんなに続けようぜって言ってもらいました。この人たちのためにも戦いたい、だからファイトマネーがなくってもいい、ファイトパンツにバナーはつけますが、そこからの収益も一切なしです。つけたいからつけるだけです。戦う姿をとにかく皆様に見てほしいんです。練習の方は伸ばすのはなかなか難しかったが、以前の自分には戻っている。有給を取って弦などに練習しに行っていた。パトリックの相手を探してて自分に声がかかったのだと思う。何度も手合わせはしていて強いのは分かっている。泥臭くてもいいので勝ちに行くと。以上で、徳留選手なんか安定した職がある安心感からか、現在すっごい気力が充実しているのが伝わってきました。職の安定は強さにももしかしたら影響するのかというのも推し量れる珍しい一戦。そしてこちらはライジン公式よりセルジオ・ペティス選手とどちらも面識のある平本蓮選手と石渡塾長の対談というもの。まずは前回のセルジオ選手ベース堀口恭司選手の話題からで、平本選手、4ラウンド5ラウンドになったら落ちてくると思っていた。 MMA 選手のカウンターもらわないが、セルジオはめっちゃうまくてめっちゃもらってしまう。特に近い距離がうまい。セコンドで見てて堀口選手の風圧がウェルター級ぐらいあってマジすごと思った。石渡塾長、抑え込みのプレスととにかくパウンドがマジでやばい。平本蓮選手、自分は今作戦には入ってなくて試合後の話しかしてないっす。この間ミルウォーキー行った時はただ飲んでトラビスのライブに一緒に行っただけ。セルジオに勝ってほしい。石渡塾長、自分は願望ではなく堀口選手の判定勝ち。平本蓮選手、セルジオから堀口恭司選手と2回目やるかもって DM が来て、フライ級じゃやめた方がいいよって返した。ルーファースポーツで坂骨を練習していたら他の選手たちもみんなやりたがってた。セルジオもライジンルールは楽しみにしているはずと。そしてクレベル小池選手ベースアーチュレッター選手については、平本蓮選手、クレベルが2ラウンドか3ラウンドで決めそう、アーチュレッターはポーカーしそうなイメージがあるから。石渡塾長、バンタム級のアーチュレッターなら確かにありえるが、フェザー級では多分めっちゃ元気スーパーアーチュレッターになっていると思う。平本蓮選手、確かにそうかも。それと今回梅野さんのためのルールなんだけど、梅野さん負けそうじゃないですか。石渡塾長、梅野さんは失神した方が面白い。平本蓮選手、でも以前首相撲をやった時マジでえぐくて、大晦日一緒に練習してて試合寸前で実は自分の首ぶっ壊されて、試合の日も本当はずっと痛かったんです。でもヤーマンには怪我してても勝てますけどねと。ここで以上です。
そしてセルジオ・ペティス選手、今成正和選手の今成柔術にも昨日練習に行ったようです。やっぱ今成さんの名前は世界に轟いてる的な感じだからでしょうか。そしてこちらは現在アメリカコロラド州のバンムエタイジムにいる手塚博之選手。なんでもここの代表はあの K1 でもやり UFC でもやっていたドゥエイン・ラドウィックのようで、しかし現在はファン・アーチレッタ選手の今回の試合のセコンドにつくため日本にいるとのこと。アーチレッタ選手はこの間はモロッコにいましたし、須崎優里選手とか萩原恭平選手とも意外とと言ったらなんなんですが仲が良くて、こういう関係が広いですね。寡黙なイメージありましたが、もしかしたら社交的なのかもしれません。ちなみに手塚博之選手、ここアメリカはいざとなったら差し違える覚悟で映画ブラザーの北野武史ぶりの態度で接しないと日本人かっこアジア人ってだけで舐められるんだよと、これが本当のようです。9年前アメリカのアマチュア MMA 団体でタイトル戦まで行った時、ファッキンジャップぐらいわかるよバカ野郎と、これはそういう気持ちでいたってことかな。コロラドの郷土料理という牛の金玉とバッファローの肉 450g 食べてテストステロンぶち上がってきたと投稿しておりまして、アメリカこそ火事場の米力が必要なようです。まあね、パンなんか食ってても力出ませんしね。小麦アレルギーはあっても米アレルギーはグルテンフリーよりはね少なそうだというのもありますしね。でその手塚博之選手も参戦しているワンチャンピオンシップ、現在大沢健二さんが平田いつき選手のセコンドでタイに飛んでおりまして、そこから今回ワンの計量は水抜きしないように計量前にサウナスーツ着てたりとかサウナ使ってたり外を走ったりしても罰金の対象になると宣告があったので、だいぶ皆さん余裕の表情で、これが本来ワンが求めていたものでしょう、いいと思います、ただこれで失敗すると大変そうと投稿しておりまして、計量がさらに厳しくなったようで、しかし今回平田いつき選手と戦うビクトリア・ソーザ選手、まだ1勝2敗なんですが、平田いつき選手に勝つと思われているのか、なんと平田いつき選手との試合前に9月6日の試合が発表されました。鈴木千尋選手と五味隆典選手の試合が思い起こされますね。そしてこちらは大沢健二さんのハーツのところの UFC ファイター殺しのプリンス風間俊臣選手、前回の3月の試合キャンセルから満を持して発信、8月10日の UFC ベガス95でその時試合が行われなかった8勝4敗、 UFC では0勝1敗のグレゴリオ選手と組まれ直しの一戦発表されました。グレゴリオ選手のレコード見てみると21回組まれて8キャンセルと、こちらもなかなか結構多めですね。打撃を強化してきたという風間俊臣選手、楽しみな一戦。そしてこちらは前回ドーピング陽性、しかし漢方からということでファイトマネーの 20% 返却と100日間の試合停止期間の申し渡しをされていた現女子フライ級キングオブパンクラシストの重田穂香選手、次戦7月21日に決定いたしました。対戦相手は以前から言われていた、ここで何としても初タイトルが欲しいところ、杉山静香選手。重田選手は前回の試合が3月31日なので、そこから100日としますと7月9日になりますので、そこから12日後の試合となります。重田穂香選手はビジュアルとスタイルと知名度が圧倒的に負けているので試合は負けられない、ピチピチ20歳頑張りますと、それと青木真也選手がそれを引用リポストしてきっちり決めていきましょうと、この漢方にかかっているわけですね。重田穂香選手、いじっていただけて光栄です、次は決めずにいきます笑いと、杉山静香選手の方は体感しますとだけ。そしてこちらはあるファイター同士夫婦で、しかし今は実はもう別れているようで、その奥さんの方がこれ内緒でねと言っていたのが格闘技関係者のポストから一つ出てきまして、そっかじゃあ秘密でと思っていたんですが、それをご本人様が引用リポストして、離婚の話 U ターンかーい、そうです、名字が以前のものに戻りましたと投稿していたので、もう解禁なんだと思います。それは古瀬瑞希選手でして、関原翔選手とは別れたようで、現在は関原選手が子供を引き取ってシングルファザーをやっているようです。まあ夫婦のことなのでいろいろあるということで、古瀬選手は
人生ベロベロに舐め尽くしてイージーモードを極めてたところからの今なのだと。関原選手の実家はかなりのお金持ちだという話も聞いていましたのでね。以上、お昼の格闘ニュースの時間でした。